皆様こんばんは。こんばんは。チケチケリビングシアター。はい。今週もやってまいりました。はい。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい。今回は、第38回、ね。そうですね。になりますね。はい。今年に入ってからも、毎週、着々と、続けております。はい、はい。頑張ってます。はい。じゃあ早速、はい、今週の作品は、はい、はい。古川ロッパ作、食べたり君を。お食べたり君を、はい、食べる話、そうですね、古川ロッパさんと、うんうん、そのいろんなね、うん、作家先生との食べ物を通じた思い出話、あ、ちょっと楽しそうという感じ、はい、ちょっと楽しみですね、はい、どんなお話になっているんでしょうか、はい、では早速行ってみましょう、どうぞ。亡くなられた菊池寛先生に初めてお目にかかったのは、僕が大学1年生の時だから、もう20何年前のことである。当時文藝春秋社は雑司ヶ谷金山にあり、僕はそこで先生のもとに働くことになった。初対面後間もなくのある夕方、先生は僕を銀座へ誘って夕食をご馳走してくださった。今なお西銀座にダンスホールとなって残っている A1、 それが未だカッテージ風の小さな店で、その頃一流のレストランであった。学生の身分などではそんなところで食事するなど及びもつかないことなので、 A1 へ入ったのはこれが初めてであった。その上、まだ初対面から間もない菊池先生を前にしてはとても硬くなっちまってどぎまぎしていた。スープとカツレツとライスカレー、僕はそれだけ。君は？は、僕もそうさせていただきます。で、スープからカツレツ、ライスカレーと順に運ばれるのを夢見心地で片っ端から平らげた。先生のスピードには驚いた。スープなんぞはサジを運ぶことの忙しいこと、みるみるうちに空になる。ライスカレーもペロペロっと。生まれて初めて食べた A1 のそれらの料理、そしてデザートに出たババロアの味、ソーダ水の薄味のレモンのシロップ、はあ、なんと美味というもの、ここに尽きるのではないか。実に舌もとろける思いで、その後数日間何を食ってもまずかった。しかし A1 の料理はその頃にして一人前5円以上かかるらしいので、到底その後自前で食いに行くことはできなかった。正直のところ、僕はああいううまいものを毎日思うさま食えるような身分になりたい。それにはどうしても1000円の月収がなければダメだぞ。よーし、と発奮したものである。それから十何年経って、僕は菊池先生のもとを離れて役者になり、どうやら1000円の月収を約束されるようになった。が、なんということであろう。戦争が始まり、食い物はどんどんなくなり、A1 も何も、定食は5円以下のマルコーとなり、巷にはクジラのステーキ、イルカのフライの匂いが漂うに至った。文藝春秋社に先生を訪れて、僕は、ああいううまいものを毎日食いたいと思って努力を続け、ようやくそれくらいのことができるような身分になりました。ところがどうでしょう先生、食うものが世の中から消えてしまいました。と言ったら先生は、うわっと、まるで息が切れそうにいつまでも笑っておられた。
久保田先生とカツレツ。久保田万太郎先生といえば江戸っ子の代表のようなもの。食べ物なんかもきっとうるさくて江戸前の料理ばっかり食べておられるに違いあるまい。うっかり先生の前でとんかつなんか食べようもんならなんという田舎者だと叱られるのではあるまいか。と僕は久保田先生の作品から受ける印象でいつもそういうふうに考えていた。その久保田先生とある料亭でお目にかかった時、僕は酒が好きなくせに江戸前の料理なんてものは天で受け付けないたちで、酒の魚にオムレツかとんかつという大脈症なのだ。カツオやマグロなんていう江戸っ子の食い物はうっかり食うとプトマイン中毒を起こすという厄介な体だから、その主席で僕はただ飲むだけにしていた。オムレツが食いたいなんて言ったらたちまち久保田先生に叱られると思ったから。ところが縁竹縄なるに及んで、久保田先生はもうだいぶ酔っておられたが、おい、僕にカツレツ取ってくれよとおっしゃるではないか。おやおや、江戸大通人はカツレツがお好きなのか。僕は意外な気がしてびっくりした顔して、先生はカツレツなんか召し上がるんですか。僕はまた先生は日本料理ばっかりかと思っていましたと言ったら、先生はおっしゃった。いや、僕は生の魚なんか食えませんから、もっぱらカツレツだのオムレツがいい。なんだ、それで安心した。それから先生も僕もカツレツを何枚ずつか食べてしまった。はい、谷崎先生とぶどう酒。これも日本ご機嫌なりし昔のこと。谷崎潤一郎先生が兵庫県の岡本に住んでおられた頃である。今や越境後ソビエットのどこかに健在なりと聞く岡田芳子。この頃日活の大スターあたりし岡田芳子であると、ともに雑誌のようで僕は先生のお宅を訪れたことがある。用件が済んで先生がこれから大阪へ出て何か食おうじゃないかと誘ってくださって、岡本から大阪へ出た。何を食おう、何が食いたい。結局宗右衛門町の本宮家へ行って牛肉のヘッド焼きを食おうということに話が決まって、円卓を拾って乗る。谷崎先生は円卓を途中で止めて、ちょっと待っててくれと、北浜のサムボアという酒場へより、赤いぶどう酒一本と命じて、やがてぶどう酒の瓶を持ってこられた。そして思い出す、それは暑い日だった。本宮家へ着くとすぐ風呂へ入り、みんな裸になって岡田芳子を覗く。ヘッド焼きの鍋を囲んだ。赤ぶどう酒を抜いて血の滴るような肉を食い、ぶどう酒を飲んだ。その時である。牛肉には赤ぶどう酒ということを僕が覚えたのは、
すごいでしょ。素晴らしい。プロ並みですから。プロだね。はい、どうも。お疲れ様でした。お疲れ様でした。うん、おいしいね。今回はね、普通にビール、ちょっとこれじゃなくてこっちからね、普通にビールでした。ビールで、はい。はい、今回、第38回、はい、作品、はい、古川ロッパさんの食べたい君を、いや、いろんな人が出てきて、うん、そうなんです、楽しいお話でしたね。まあ、ちょっと大変でしたけど、まあまあちょっとね、お召し替えがね、実は私結構今回大変だったんですよ。もう着替えね、なんか着物同じんじゃないですか、ね、そうそうそう、一応最初着物で次浴衣ですから、あれ全部変えてますから、お召し替えがありました、ね、はい、結構大変なんです。そう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 。まあまあもうね、うん、お正月もすっかり終わりましたが、はいはい、まあやっぱりまだちょっと賑やかな感じでね、楽しいお話で、うんうん、しかも食に関わるものということで、ね、まあちょっと選んでみたんですけどね、はいはいはい、でも今回ちょっと思ったけど、うん、ね、今まで、うん、菊池家リピングシアターで取り上げてきたり、うん、出てきたりした人が、うん、そう、こう出てきたから、そうなの、ちょっと面白かった。そうだよね、まず菊池館、いや菊池館はもう相当やってね、はいはい、でいきなり出てきて、うん、でも菊池館のところで働いてたというか、そうなんだね、うん、まあ引っ張り上げてもらったんだよね、菊池館にね、そして久保田万太郎さんってね、なんか聞き覚えあります？あるでしょ。久保田万太郎さんは芥川龍之介のシルコっていう作品やった時に、さりげなく最初にね、そう久保田万太郎くんも書いてたけれども僕も書きますみたいなね、そう出てきたわけですよ。まあ、名前だけだけどね、名前だけだけども、うん、一瞬ね、でしょうね、そう、そして、うん、谷崎潤一、これもまたね、芥川龍之介の時にね、出てきましたね。まあ、それぞれね、今まで作品の中に出てきた人がまた出てきたっていうか、意外とさ、そういうやっぱりまあ大体同じね、時代のものが、まあまあ多いのかもしれないから、どうしてもそういう人たちのつながりっていうのがあるんだな、そういうことですね、それが面白いね。ね、面白いよね。つながってんな。そう、当時のその文壇のね、そう有名な先生と、そのロッパさんの食のなんか思い出みたいなね。古川ロッパさんは、まあいいとこでのお坊ちゃんだから、もともとまあそういうところには、近しいところにはいる人だったんだけれども、はいはい、まあ、それでもやっぱりね、うん、その菊池寛先生に連れてってもらったあれっていうね、うん、そこからやっぱりこう食い道楽みたいなものがね始まったっていう、まあ、ちょっと有名なエピソードで、なるほど、でも相当菊池寛には、まあ、お世話になったというか、やっぱり菊池寛が古川ロッパを買っていて、最初はその雑誌の編集で、まあ、引き上げて、まあ、仕事をしたんだけれども、まあ、そこからその喜劇俳優に転身するのも、まあ、菊池寛の助言があったみたいなんだよね。君そういうのもいいんじゃないのみたいな、やっぱりちょっと面白かったんでしょうね、編集者の頃から、でなんか芸とかさ、そういうのもこう飲んだ席とかでやってたんじゃないの、それで、まあ、助言をもらって、そちらの道に行ったみたいなんだよね。なんか食べ物の、こう、これを食べて、なんかこういうものがあるんだって感動したとか、そういうエピソードっていうか、経験ある？いやー、どうだろうな、急に振られると思って、前もって言っててくれないと。ほら、打ち合わせのないイラストトークだから。言っといてもらえるとちょっと考えたんだけど、どうだろうな、でも、その、俺はね、その和田弁さんって、まあ、もうね、亡くなってしまいましたけれども、和田弁さんのところでお芝居を始めて、それで和田弁さんのところでちょっとバイトしてたんだよね。まあそれこそ菊池寛じゃないけども、和田さんのところでの事務所で事務員としてちょっとバイトしてる時期があって、
その時にそれこそ和田さんに「うち飯食いに行くぞ」って言われて、それでまあ近くのまあその行きつけのところにね連れてってもらったり、でも和田さんはもう決まいつも決まって食べるもの決まってて、エビフライだったから何だったかちょっと忘れちゃったけど、もう必ずまあそれそれって決まってる。で、菊池さん、あ、え、和田さんって結構あのそういうところはレギュラーしって言っちゃ変だけども、さん付けなのね、俺とかにも。菊池とか菊池くんじゃないの。へー、まあ誰に対してもそうだったんで。へー、菊池さん、好きなもの頼んでいいからって言われて、うん、おー、すいませんみたいな、うん、で、じゃあこれとこれとこれみたいなさ、頼むの、うんうん、で、いやガーって食べて、うん、で、ある日、なんか雑誌の取材か、うん、だ何だったか誰かと喋ってる時に、うん、いやこの菊池さんっていうのはね何でも頼んでいいって言ったら、何でも頼むんだよみたいな。本当にね、何でも頼むんだよ、この人は。なぁ、普通はね、何でもいいって言っても遠慮するもんだよね。この人はね、何でも頼むんだ、本当に。参ったよみたいなことを言ってんの。取材かなんかに。おいおい、待ってくれよみたいな。勘弁してくれよ。いや、何でもいいって言ったし、こういう時は遠慮しないで、若者らしくね。ガツガツ食べた方がきっと喜ぶだろうと思って、俺も結構無理してさ、あら、そうだ、無理して頑張って食べたのにさ、本当に何でも頼まんだよ、あなた、みたいな。そういう思いではある。あ、自分はどうなの。私はですね、まあこれ選んだ一つの、この話をね選んだ一つの理由なんだけど、うん、私も、うん、あの最後のさ谷崎潤一郎先生との、ね、うんうん、思い出でね、うん、あの牛肉には赤ぶどう酒、私も同じような経験をしたことがありまして、まだねアナウンサーだったからね、まあ、1年生でね入ったばっかりですよ。もうまだもう右も左も分かりません、上も下も分かりません、もうほんと田舎もんでさ、全然そんな東京のね、なんか洗練されたさ、もうきらびやかな世界全然わかりません。で、まあ、あの会社の近くのね、うん、よく行くお店にある日、うん、その先輩のね、うん、アナウンサーが、うん、と何人か私たちと、はいはい、まあ、女子だけで女子会ですよ、今で言うね、そう、連れてってくれたんですよ、はいはいはい、ね、それで、まあ、あのじゃあね、何でもそれこそ何でも好きなものをね、うん、頼もうって言って、うん、まあやっぱりお肉中心にね、はいはい、頼んだわけですよ、はいはい、で、まあ、じゃあ飲み物どうする、うん、って言って、うん、あ、じゃあワインでも入れちゃいますか、うん、みたいな話になって、うん、で先輩が、うん、あの気を使ってね、うん、松井は何飲むのって聞いてくれたの、うん、でその当時、うん、私はワインって白ワインしか飲んだことがなかったの。お、今考えるとなぜかはちょっとよくわからないんだけど、なんかワインって言ったら白っていう、その理由はちょっと覚えてないんだけど、学生の頃からね、そうだったわけ、だから何にも考えずに、あ、じゃあ私白ワインがいいですって言ったのね、そしたら先輩が、まずい、大人の女は赤ワインなのよっていうの。すごくない、すごくない、すごいか、すごいかどうか、その先輩もなんだよね、でもね、いやいや、多分それは私の脳内変換で、多分そんな言い方はしてないと思うんだけど、私の脳内ではそんな風に言われたようなくらいすごい衝撃だったわけ、なんか、あ、そうなんだ、大人の女って赤ワインなんだってすごい思って、いや、微妙な感じするけど、いや、わかんないけどね、うんうん、まあ、当時の私にとってすごい衝撃だった。なるほど、なるほど。それで、まあ、それ以来、うん、まあ、ワインって言ったら赤ワイン、まあ、ことになりました。なるほど。で、こういうことになりました。なるほどね。そう、もうなんか強烈に残ってて、はい、いや本当にもう雷に打たれたように、はい、そうなんだって思って、はい、衝撃的だったの。じゃあその時、うん、あの、あ、白ワインでって言った瞬間、先輩たちがは何祭り、多分そうだったんだろうね。今思うと。なるほど。そう、いやいや、全く私は読めてなかったから、うん、素直に言ったんだけど、うん、じゃあ、まあ、じゃあそれ以来、うん、
後輩と飲みに行くと誰誰大人の女は赤ワインよって言い続けてるわけね。でも言ったことある。あるな。あるんだやっぱり。あるある。あるんだ。いやこの話をしてねって先輩に言われたんだよって話をして、ね、して。なるほど。赤じゃあ飲んでみます。まあ言うよね。言うよね。なるほど。いやだからね、なんかこの話を読んだ時に最後にあのエピソードが出てきて、まあ、ちょっとね、あの意味合いは違うけれども、ちょっと懐かしくなっちゃって。いや本当そうだね、いやそんなこともあったななんて思ったからね。なるほど、はい、いやでも職人まつわるいろいろな、ね、思い出はあの皆さんもあるでしょうし、ね、皆さんも、まあ、あとはね本当にこの職に関わるあの話を書いてる、ね、人もいっぱいいるしね。もちろんです。まあ、こんな話もね、あの青空文庫にはあったね、こういう楽しい話も、はい、皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。はい、はい、ね、じゃあ皆さんもこれから赤ワインでもぜひぜひ。そうですね、今日赤ワインにすればよかったね。本当だ、こんな話ならばこんな話なら赤ワインですよね。本当だ。まあ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 、それはそれでね、はい、はい、じゃあまあ今日はこんなところで、はい、はい、ではまた来週までです。さようなら。はい、はい、お疲れ様でした。なんかそんな話聞いたら赤ワインが飲みたくなっちゃうね。ね、本当、うん、赤ワインにすればよかったね。まあ、さっさと飲んで、じゃあ赤ワインにするか。そうだね。いやそう、うん、でもちょっと思い出がね、うん、赤ワインにはあるのよね。そうだね、うん、まさかでもそれがこんな箱ワインに形を変えてしまうとは思わなかったよね。思わなかったね、うん、確かに、ね、こんな子もいるということですよ、ね。うん。いやいや、でもいい思い出話でした、お互いに、ねね、そういう話はあるんだね、うん、やっぱりね、うん、ほら食ってさ、うん、本当にこう根源というかさ、そうだね、うん、食べない日はないからね、うん、そうだね、うん、そうだよ。やっぱなんかエピソードもね、いっぱい出てくるよね、うんうん、そうだね、うん、いやいやいや、いやいやいや、早く早く赤ワイン飲まなきゃ、はい、イエーイ。